ギノワンスタイルをお届けいたします。ギノワン市キユナギノワンヒルズ通りの高台にあります FM ギノワンよりお届けしております。本日のご案内は私小春です。さあということで今日もですねゲストさんがいらっしゃっておりますので、早速今日も情報いっぱいということなので登場していただきましょう。ゲストさん自己紹介からお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、のぼってる沖縄那覇、よりセールス&マーケティング PR の福富と申します、はい、よろしくお願いします。のぼってるさんおなじみの福富さんでございます。はい、今日も盛りだくさんの情報を、はい、一緒にお届けしてまいりましょう。はい、よろしくお願いします。スイキャスからも早速カップボーイさんになるトーラさんこんにちは、お疲れさんですというふうに来ております。今日もまた美味しい情報をたくさんお届けするのでもう最後までお聞き逃しなくお願いします。福富さんはお笑い担当なんですね。いつの間にお笑い担当福富さんだって ありがとうございますカップボーイさんいつもありがとうございます先ほども、はい、いろいろとたくさん笑わせていただいていたところでした。いやいやいやではでは早速いきましょうか。はい、はい、ではでは早速ご紹介する内容がレストランアバンセの、はい、5月6月のメニューについてなんですが、はい、福富さんの方からどのような内容なのかお伝えお願いいたします。はい、毎年ご好評いただいておりますハーブ&スパイスフェアが、はい、今年を開催しております。はい、はい、で世界の、ハーブ&スパイス料理と、はい、あと、同時にですねミニミニカレーフェアも行ってますので、やっぱりこの時期こうちょっとジメジメしたりだとか、はい、ちょっと元気がないなっていう時に、まあ、このハーブ&スパイスでこうピリッとスパイシーな感じで、はい、美味しいひとときを過ごしていただければなと、はい、思っております。そうですね、私も最近ちょうど取材に行かせていただいたばっかりなんですけれども、はい、じゃーん、ツイキャスト YouTube ご覧になっている方今、はい、画面見えてるかと思うんですけれども、はい、今ハーブ&スパイスフェアのメニューを掲載しております。今映しているのがパエリアなんですが、はい、私推しのメニューがですねこの今映っているラーズーチーという、はいはい、メニューなんですが、こちらちょっと説明していただいても大丈夫ですか。はい、ラーズーチーはですねこの四川料理の一つで、はい、このホアジャオって言ってよく聞く中華料理でよく使われる山椒と、うんうん、あとですね、唐辛子、はい、でこれ写真見られてる方は結構大きめな唐辛子ですね。そうそうそう、赤い、そうですね、はい、なんか小春さんは梅干しみたいだとおっしゃってたんですがこれは唐辛子ですの で、はい、でラーズーチーっていう、まあ、ラーズーチーのラーがですねラー油のラーっていうか、はい、まあ、辛いっていう意味なので四川料理の一つなので、はい、まあ、ただ味わいは甘辛く仕上げているので、はい、皆さん美味しくいただけるかなと思います。そうなんですよ、見た目は辛そうだなっていうイメージを受けたんですけど、はい、もう全然甘辛くて食べやすかったです。ありがとうございます。超美味しかったですよ、うん、こちらこの唐辛子がですね、はい、なんか、まあ、中にこの当たりと外れがあるみたいで、辛いものを、はい、が好きな人は食べてもいいかもしれないですけど、辛いの苦手な人はもうちょっと要注意ですねなんかもうロシア仕組みにちょっとなっているっていう。本当です、私話してるだけで今ちょっと鼻頭汗をになってるというか毛穴が開いておりますね、はい、好きなんですけれども、はい、はい、まあ、辛いもの好きな福富さんが、はいはい、言うだけありますのでこちらもぜひ皆さん試してみてはいかがでしょうか、はい、他にも白身魚のメニューだったり、これは何でしたっけ、 これは何でしょうかクイズですね次行きましょう。はい、こちらです。カレーカープボーイさん、そうですね、はい、今もノボテルさんのグリーンカレーものすごい美味しかったっていう、実は昼ラジの水曜日担当されているやっこさんもノボテルさんのグリーンカレーめちゃくちゃ推していまして、やっこさんグリーンカレーですよ聞いてますか、うん、はい、まあ、今回もハーブ&スパイスフェアということなので仲間入りしております。はい、で、はい、今回はですね、さっき冒頭でもお話したんですけれども、はい、まあ、カレーフェアということでこの2種類の、はい、この違うカレーを出しておりまして、はい、この日はちょうど、グリーンカレーですね、はい、で、あと一つはですね、豚肉と豆のまろやかレッドカレーまろやか、はい、まあ、レッドカレーですね、はいはい、
はい、でこちらはあの、まあ、辛さ控えめなので、はい、あのまあ、子供からあの年配の方までみんな楽しめるように辛さを抑えてるんですけれども、あ、なるほど、あの親子さん一押しのグリーンカレーはちょっと、まあ、あの辛いというか、まあ、大人な辛さですかね、うんうんうん、ただやっぱりあのカープボーイさんがおっしゃるようにものすごい美味しいというファンの方が結構多いので、そうですよね、よく聞きます、はい、あの料理長も、カレーというものにはあのハーブ&スパイスフェアにこだわらずすごい、力を入れてる、ね、はい、メニューの一つなので、ぜひ皆さんあのお召し上がりいただければと思います。画面越しからも伝わってくるこの具沢山の、あ、ありがとうございます、はい、とても美味しいので、はい、皆さんこちらもお願いいたします、はいはい、他にもメニューたくさん紹介したいものあるんですけれども、ちょっとお時間迫ってきているので、はい、大事な大事な毎週木曜日と金曜日に行われているイベントも紹介しましょうか。はい、はい、5月はですね、はい、営業日が木金土日となっておりまして、はい、ちょうど明日が、あ、失礼しました、木曜日ですね、はい、今週木曜日が、はい、まあ、パンの日ということで行ってるんですが、はい、来月からは、金土日の、営業となりまして、うん、で金曜日は、まあ、ご好評いただいておりますあのエビフライデーは引き続きやっておりますので、はい、うん、ぜひ皆さんあのお越しいただければと思います。このエビフライ本当に何度食べても飽きないですね。ありがとうございますこのエビフライもタルタルソース、はい、いろいろ種類があるじゃないですか。そうですね、タルタルソースとハーブと、あとあのスパイシーソース、そう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 、はい、ここもなんかこのハーブ&スパイスフェアマッチしている、はい、そうですね、ベースだなって思いまして、もうこちらのあのですね、スパイシーソースっていうのも結構辛いので、はい、うんうん、そうそう、辛いもの好きな人にはいいですね、はい、まあ、はい、ハーブソースと合わせていただいても、非常に美味しいと思います。はい、ぜひ皆さんエビフライデーもお忘れなく、はい、はい、試してみてはいかがでしょうか。はい、はい、ということで本日もレストランの方がすっごい盛りだくさん、はい、はい、という情報をお届けしてまいりましたけれども、はい、6月まで続くんですよね。そうですね、はい、5月6月、ハーブ&スパイスフェアやっております、うん、はい、なのであの皆さんぜひ、のぼてる沖縄那覇にいらしてください、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちなみに、はい、6月は父の日もありますよね。あ、そうですね、はい、6月にはですね、6月18日土曜日19日日曜日に、うん、父の日スペシャルランチブッフェというのを、行います。はい、はい、こちらですね、うん、ハーブ&スパイスフェアに、合わせて、うなぎの炙り飯ですとか、あとあのスパークリングワインの飲み放題なども、やっておりますので、はい、またあの後日こちらウェブの方で情報をアップさせていただきます、うん、ぜひのぼてる沖縄那覇と検索していただいて、公式ホームページだったり、はい、SNS の方からチェックしてみてください、はい、皆さん、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、もうツイキャスからも美味しそうっていうコメントだったり、あの赤と黄色のやつにもう浸かりたいぐらい美味しそうっていうコメントだったり無限エビフライデーしたいやっさーっていうコメントだったり、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにですね、のぼてるさん実はででん、チュラトクさんのチュラトクアワード、はい、第6回チュラトクアワードにて沖縄県民に選ばれたホテルレストラン総合第2位、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。嬉しい限りです。皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。いや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 、これだけもう豊富ですし、メニューも毎月毎月いろんなイベントを考案されてるじゃないですか。はい。もう皆さんのその努力の賜物というか。はい、ありがとうございます。すごいなといつも感心させられております。ありがとうございます。はい、もう沖縄県民に選ばれたホテルレストランということなので、はい、もう絶対美味しいです。はい、ありがとうございます。はい。もう本当に食べてみてほしい、とにかく行ってみてほしい。ちょっとあの冒頭あの小春さんが玉ねぎがちょっと苦手っていうのを聞いたんでああそうだったんだなっていうのにちょっと驚いてるんですけども、関係ないです、はい、あの皆さんぜひいらしてください。よろしくお願いいたします。喋りすぎちゃった。ありがとうございます。楽しかった。小春さん、最初から小春さんの話からすいません。なかったらもう自分ですいません。あの恥ずかしいんですけどもということで。かなりイレギュラーになってしまいました。お話ししようかなと思いました。よかった。はい。あ、めいっこちゃんのあ、ダンカー遊泳の時
ございます。本当にいつもなんかあの私たちもこの出演するときにちょうど聞いていただけてすごい嬉しいです。ありがとうございます。1階の奥のレストランも美味しかったっていうのトキですかね。はい、はい、そうですね。和食と鉄板焼きをやってるトキというレストランになります。ローストビーフ、しかも天ぷら食べ放題だったし、ああいい日に行きました。いやいいな。ありがとうございます。小春のために玉ねぎ抜きメニューを。いや、のぼてるさんはに行ったら魔法がかかるので玉ねぎももう難なく食べれます。のぼてるマジックにかかるので。わかりました。じゃあちょっと玉ねぎ丼とか玉ねぎスープとかそういうのを作って。勘弁してほしいですか。はい。もう皆さんもぜひあのいらっしゃってください。ぜひぜひ小春遊泳。小春遊泳。特別メニュー。小春さんがなんか浮いてるんですよ。小春遊泳。常にふわふわ宙に浮いてるのに、よりふわふわしちゃう。おめでとうないです。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん、明日のモーニングエイトでもリカパンさんが紹介してくださるので、ぜひ朝の番組でもノボテルさんの情報をゲットしてほしいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。福富さん、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、メニューのことで多分一つのメニューで15分ぐらい話せそうなんですよね。